両チーム上位浮上のきっかけ作ることができるでしょうか。さあ両チーム今ピッチに入ってきました。さあ菊池から田中一旦戻して吉浜前線持っていく。ウドカが出ている。ウドカ体を入れてシュート。振り返って左足決めたのはウドカ。今シーズン初ゴール。ウドカがもたらした先制ゴール1対0。自ら振り返って左足を振り抜きました。清永、ヘニックがボールを取る。藤岡へ。さあ藤岡が上がっていく。逆サイド、ウドカから吉田。そして藤岡左足振り抜いて、これは入りました。藤岡3試合連続のゴール。際どいところではありましたが、岐阜がさらにリードを広げました。ここは庄司のコーナーキック。アウトスイングのボール、頭で狙ってきましたが、これは枠の左。アウトスイングのボール、庄司ですが、庄司が上がるというような指示。さあ左サイド、宇賀神からクロス上げる。さあボールが残っている。藤岡が取る。藤岡の右足、さあこれで先発の2トップから変わりました。さあ藤岡チャンスになる。エリア内下げて久保田へ、もう一度久保田の右足シュート決まった。久保田の得点で3点目、 FC 岐阜。高く蹴り上げた。この間に長い笛、試合終了。 FC 岐阜勝利を収めました。3対0。